が降ってんな、やっぱりこっち。さっきの雨雲か。雨降ってますね。よかった。ちょっとずらしとって。いや気持ちいい。あ、牛がいる。あ、牛だ気づかんかった。牛ちゃんがいるわ。風が気持ちいい。ここね、すごいよね。よし、満足した。あとは、キャンプ場で、夕日が沈むのを見ながらお酒でも飲みますか。ね、やっと飲める。わ、なんかついたレンズにマジか、虫か。わ、なんかついてるさっきまでなかったのに。うわ、あ、ていうかここでもよかったねあんな上まで行かなくてもここでも
綺麗に見れるじゃん。あらら、わざわざこんな遠いところまで。はい、それではね、戻ってきましたんでビールをいただきます。前回キャンプの時に間に合わなかったクロセスパイスね、これを持ってきたんでこれも後から使います。今ですね、ちょうど7時に、なりましたんで朝ごはんね、作っていこうかと思います。というか昨日の残り物です。はい、セブンのおでんをごちそうさまでした。美味しかったです。朝からおでんっていうのもなかなかいいですね。で、お隣、カンソルじゃなかったんですけど、何時だったかな、5時過ぎぐらいちょっとね起きてはいたんですけど、何もね音がしないっていうかね、まだ寝られてるのかなと思ってね、見てみたら
もう車もテントもなくなってました。いつね帰られたかねちょっと分かんなかったんですよね。車の音とかが全くね気づかなくて、いつの間にかね、もう撤去して、帰られてました。はい、テントの方もね片付けが終わりまして、はい、綺麗さっぱりです。時間もですね、もうすぐ10時ですね。とりあえず大映灯台に、ちょっと行ってみようかなと、思います。風がね結構強いんですよね。こんな感じで、いや、いいキャンプ場でした。本当ね、眺めもいいしね、やっぱりね夕日がね綺麗だったね。ここはちょっとね途中雨雲が出てきたりと、しましたけど、まあなんとかね、見れましたんで良かったかなと、はい、思います。ただ一つ、まあここの、まあ、欠点じゃないんですけど、予想外だったのが船虫がめちゃめちゃ多い。ほんとねすごいっすね。この多分あれかな、こうテントを、ね、こういった状態ではいないんですけど、テント張ってこう日陰ができると寄ってくるんですかね。全くね今はいないんですけど、テントのねもう中にね何十匹と入ってきて、ね、寝室はね常に閉め切ってたんで入ってくることはなかったんですけど、もう全室はすごいことになってましたね。朝起きたらわさーって物音がするぐらいね動いてましたんで、はい、ということで、行ってみようかな。はい、お世話になりました。普段豚骨しか食べないんでね、あとはね、もう行きつきを離れまして、ビラドを通って、帰るんですけど、あちこちね叫びながら帰ろうかなと思ってます。あ、やっぱ風が強い。朝から結構風強いと思ったけど、やっぱこっちの風も強かった。はい、ということで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。うわ、風が、おほほほほほ、マジかな、すごい怖い。